但观光不只靠人力，靠 AI， 其实二次元动漫人物更是最佳代言人。我们就带你来看到以学问之神闻名的京都北野天满宫，一年一度的 Kyoto Nippon Festival， 就靠着初音未来、刀剑乱舞等等的动漫人物虚实整合，吸引动漫迷造访京都。持续步入深秋，大学入学考季将至，趁着休学旅行之际，许多学生来到京都，祈求考运顺利。但这里的氛围很不一般。来这边可以祈求学问之神还有演艺之神的眷顾。这里是京都的北野天满宫，是京都颇具规模的神社，同时也是全日本12000座天满宫或天满神社的总本社。而在这将近1200多年的古迹当中，二次元的人物跟世界正在悄悄渗入。站在红叶飘飘的神社大门之下，永远16岁的虚拟偶像初音未来成为北野天满宫的最佳代言人。一年一度的 Kyoto Nippon Festival 融合日本传统及现代文化，虚实整合的科技不只要让古迹赋予新的意义，更要把国宝向全世界发扬光大。将国宝拟人化，2023年的活动主办单位与动画游戏《刀剑乱舞》进行合作，希望将重要文化财《太刀鬼切丸》发扬光大。刀剑紅葉に移るということでね、これをデジタル技術を生かして、その発信できる千年の伝統を誇る。京都の北野天満宮で輝かしい伝統と最先端技術を生かして京都の文化を世界の人に感じてもらおう、楽しんでもらおうということで。传统与现代激荡出的火花让许多动漫迷趋之若鹜。ゲームのモチーフ、同じキャラクターでラッピング同じデコレーション記念に。直に直接置くのも少し。っていうのと、あと畳は和風でいいですよね。おー、すごいです。かわいいですね。手机快门按个没完，就想让最爱的人偶变成自己最喜欢的样子。动画、漫画、游戏，自1990年代起，日本将三项产业紧密结合，成为相当完整的产业链，让这股热情横跨日本海内外，创造出相当可观的商机。根据日本动画协会统计，从2002年开始，日本的动漫在海内外每年至少贡献破兆日元，在2020年。海外市场的贡献开始超越日本国内市场。截至2021年为止，日本动漫产业的产值合计已经达到2.74兆，超过台币6000亿元。全盛时期更占了全日本国内生产毛额 GDP 的将近一成。说到了日本的动画产值，可真的是相当惊人。不只是在动画或者周边商品上头，就连城市行销也得要靠他们来一起努力。比方说，在京都现在举办的 Kyoto Nippon Festival 里面，就有像这样子的限量版彩绘计程车，甚至整个京都市只有4台，想要搭乘还得要碰碰运气。加お願いします。Kyoto 行きますよ。お願いします。动漫计程车穿越在大街小巷，京都有如此底气发展年度动漫大事，当然也跟产业历史脉络有所关联。テレビなんであれなんですけど、京都って映画の発祥の地でもありますし。それからゲームがね、まあ任天堂は、ね、あとそれからアニメ、そうですね、キョアにもありましたね、ね、もうブラックじゃないアニメ、うん、珍しいアニメ会社だったんですけれども、そういうその映像文化っていうのがもともとあるんでね、で今は映像の技術がすごい発達してるから、ゲームもアニメも映画も。不论是超级马里奥还是蜡笔小新、魔女琪琪、哆啦 A 梦，全日本最举足轻重的二次元人物全都能跟 Made in Kyoto 来相牵连。这样的动漫之都，如今 AI 科技时代当然也要与时俱进。京都には渦政っていうもともとメディアの拠点があったので、そこを改めてそういうコンテンツ産業とか映像文化の発信地にしたいなとかね、まあいろんな
あの先端技術を活用したあの産業振興に取り組もうということをしてますね。伝統と最先端、これが京都の大切なキーワードでしてね、はい、まあ、産業でもものづくりでも伝統的なものも大事にしますし、同時に世界オンリーワンナンバーワンの取り組みも最先端的分野でしてる。以悠久的历史为根基，导入新技术制作后，让内容剧情的创意发想更具厚度与底蕴。横跨千年的时间轴，仍在不断的写着名为创新的历史。